米大リーグ機構は18日、日本時間19日、ホワイトソックスのマイク・ライト・ジュニア投手に3試合出場停止と罰金処分。トニー・ラルーサ監督にこの日の敵地レンジャーズ戦の出場停止処分と罰金処分を科した。16日、同17日のエンゼルス戦でライト・ジュニアが投げた大谷翔平投手への1球が、小石球、と見なされたことに対する処分。 同監督は、不公平さに私は腹が立つ、と18日のコメントを米メディアは伝えている。6日の試合の9回にし、大谷の右ふくらはぎ付近に支給、恋支給、と見なされ、激しく抗議したラルーサ監督は退場処分を受けていた。恋ではないことを主張していたが、米放送局、NBC シカゴ、は、翔平大谷にぶつけたホワイトソックスのマイクライトが出場停止に、の見出しで記事を掲載している。 記事では、審判の決定にはがっかりした、とラルーサ監督は土曜、敵地アーリントンで語った、と指揮官のコメントを紹介。こう不満を漏らしているという、判定が公平だったとは思えない、だってあの一球だけだったからだ。それまでにたくさん危ない球があった。我々は三人が当てられ、一人は頭だ。それにアブレイユは19回目の支球。誰もそこに注意を払っていない。 その不公平さに私は腹が立つ記事ではホワイトソックス投手陣が3連戦で大谷を13打数二安打7奪三振と抑え込んでいたと説明その上で歴代5位となる通算91度目の退場処分を受けていたラルーサ監督は3日間の大谷への投球を見ればわかると思うが最も重要なのは内角外角高め低めと真ん中付近に球を投げないことだったとしている ライトジュニアは異議を申し立てている。ESPN スタッツインフォは1シーズンで100奪三振をの投手は6000人以上、40本塁打の打者は351人いることを紹介。 さらに両方記録した選手として、翔平大谷は MLB 史上唯一の選手と記し、1枚の画像を掲載した、画像には2つの円が書かれており、左の円には、100 k ピッチャーズ6786、右の円には、40HR ヒッターズ351の文字。 中央の重なる部分には2021大谷1と書かれ、大谷が MLB 史上唯一であることを分かりやすく強調している。大谷は今季ここまでに投手として136奪三振、打者として44本塁打だ。この投稿に対し、米ファンから大谷はまさに驚くべき偉業を達成しているなどと声が上がっていたが。 地元テレビ局、バリースポーツウエスト、で解説を務める球団 OB のマークグビザ氏もツイッターにこの図の画像を掲載。MLB 史上最高のシーズンを送っていると驚き混じりに綴っている。コメント欄には、生和 MVP であることを示す、持ってこいのグラフ、一番、過去最高のベンズ、すごい、クレイジーだ、と3辞が集まっている。 大谷は18日、日本時間19日のアスレチックス戦で4打数2安打。先発登板する19日、同20日のアスレチックス戦に勝てば、1918年ベイブルース以来となる103年ぶりの2桁勝利 &2 桁本塁打を達成する。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事、ニュース、コンマ。 動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。